コリン・アレクサンダー・マクヒューは、アメリカ合衆国入りの異州ネイパー・ビル出身のプロ野球選手、ウトを右打ち。MLB のタンパベレーズ所属。愛称は、スナップ・ドラゴンに。ニューヨーク・メッツ時代2008年の MLB ドラフト18巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、6月8日に入団。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポート・メッツで、 プロデビュー。十二試合に登板して一セーブ、防御率四点一七、四十一奪三振を記録した。二千九年は A-9 ブルックリンサイクロンズでプレーし、十四試合に先発登板して8勝二敗、防御率二点七六、七十九奪三振を記録した。二千十年は A 級サバンナサンドナッツでプレーし、二十八試合に登板して七勝八敗。 1>, 1セーブ、防御率3.33、129奪三振を記録した。2011年は A 級セントルーシーメッツで開幕を迎え、9試合に登板して1勝2敗1セーブ、防御率6.31、39奪三振を記録した。5月に AA 級ビンガムトンメッツへ昇格。18試合に登板して8勝2敗2セーブ。 防御率2.89、100奪三振を記録した。2012年は AA 級、ビンガムトンで開幕を迎え、12試合に先発登板して5勝5敗、防御率2.41、65奪三振を記録した。6月にトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ昇格、13試合に先発登板して2勝4敗、防御率3.42、70奪三振を記録した。 8月22日にメジャー初昇格を果たし、翌23日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。先発起用され、7回を2アンダム失点1499、脱三振と完璧な内容だったが、援護がなく勝ち星はつかなかった。この年メジャーでは8試合に登板指令賞4敗、防御率7.59、17脱三振を記録した。2013年は、 トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで開幕を迎え、5月14日にメジャー昇格。3試合に登板して0勝1敗、防御率10.29だった。6月8日にトリプル A 級ラスベガスへ降格し、6月15日にリーフとなった。2013年6月18日にエリック・ヤング・ジュニアとのトレードでロッキーズへ移籍した。4試合に登板し0勝3敗。 防御率9.95だった。オフの12月16日にリーフとなった。2013年12月18日にウェーバー工事を経てヒューストンアストロズへ移籍した。2014年はトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスで開幕を迎え、4月22日にメジャーへ昇格した。メジャー昇格後は先発ローテーションに定着。 一試合前でいきなり12奪三振を記録し、メジャー初勝利を記録。9月には、ルーキー・オブ・ザ・マンスも受賞。これは、球団史上4人目である。25試合に登板し、2桁勝利を記録。防御率2.73、ホイップ1.02という高成績をマーク、また投球回を超える、奪三振を記録するなど、大ブレークを果たした。 2015年は先発として32試合に投げて、チーム2位となる2 0 3に投球回を記録。関東はなかったが、防御率3.89、19勝7敗、171奪三振という好成績を残し、ダラスカイケルに次ぐ、エース格として、投手人権員の一役を担った。奪三振率は低下したものの、その分ごろアウトが増加し、31補殺は、 投手として、カイケルに次ぐ、リーグ2位だった。2016年は先発として33試合に、登板して3年連続2桁勝利となる13勝10敗という、成績を記録。ただ、2桁敗戦は自身初であり、防御率4.34も150投球回以上に、投げたシーズンでは、自己ワーストと、やや調子を落としたシーズンだった。守備面では、無失策と堅実だった。 2017年は肘の故障で出遅れ、シーズン初登板が7月22日のボルチモアオリオールズ戦となった。結果連続2桁勝利と規定投球回到達は、途切れたが12試合先発で5勝2敗、防御率3.55と少ない登板の中で一定の成績を残した。2018年は開幕前にゲリットコールをトレードで獲得したことにより、 先発6番手に下がり、リリーフとして開幕した。結果この年はすべてリリーフで58試合に投げ、6勝2敗、防御率1.99、ホイップ0.91という好成績を挙げた。オフの10月29日に2018日米野球の MLB 選抜に選出された。二千十九年はオフの十月三十一日に FA となった。二千二十年三月五日に、 ボストンレッドソックスと単年契約を結んだ。この年は開幕から制限リスト入りしたため登板はなかった。オフの10月30日に FA となった。2021年2月22日にタンパベイレーズと180万ドルの単年契約を結んだ。ありがとうございます。